昆虫ハウス101号室ハチマルです。そしてカメラマンが平岡さんです。お願いします。今まで隠しててごめんなさい。俺頭おかしいかもしれない。もともとみんな知ってます。うそけー。頭おかしいよ。何かあったの、そう自覚する出来事が、二重人格かもしれない。どういうこと、何かあったの。うん、僕の今のそのテレビ、はい、テレビありますね。メジロノーベルちゃんと、あ、こちらね、フィギュアがあるんですよね、ええ、その横にまあ自分のベッドがあって、はい、まあ寝るじゃないですか。うん、翌朝、うん、俺の横にドーベルちゃんがおんねん。いや怖っ。めっちゃ怖ない。いやお前が怖いよ。お前がドーベルちゃんと一緒に寝てるだけや。表も裏も同じ女好きになるんやって怖さが。どっちもオタクきつくない。他はない。寝相悪いやめっちゃあんねん。忍者みたいな癖あるやついるやんか。ああ、あるね。寝た時ほんとにびっくりしたんやけど、うん、ズボン履いてるけどノーパンだった時があって脱いでそう履いてみたいなことを。パンツ嫌いなんや。じゃああるんだよ。寝る前履かなきゃいいやん。無指病なんや。あ、そういうことか。無指病かつその時はお前じゃないんやろな。それは大丈夫。結構あること。いや、あることじゃないでしょ。なんかヤフーのあの Q&A で聞いてみたら、パンツだけ脱いでズボン履いちゃいますって、うん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 、そう、同じ方いませんか、苦しみ共有しませんかって。いや、仲間欲しいわけじゃない。助けてほしい。仲間集まってくるだけよ、それ。同じようなヤバいやつが絆め合いたいわけじゃないのか。まあ本編はね、全然関係なく虫の方を、はい、取り扱っていきますけど、やっていきましょう。ある虫をいただいたので見せちゃう。僕が今働いてる昆虫ショップランバージャックさん、ええ、はい、そこでアルバイトをしてた時に、はい、とあるお客様が来まして、ほう、虫を飼うのはあんまりでも慣れてない人で、ええ、どの虫がおすすめですか、あちまるさんみたいな感じで僕に質問をしてきたんですよね。まあ店員ですからね、はい、まあ、視聴者兼お客様ですけど、丁寧にしてもいろいろとね、こういう虫とか最初いいですよみたいので、ああ飼いやすいですよってことで、はい、でお買い上げしてもらった後、うん、これを八丸さんにあげますみたいな、うわチーサプライズ。なるほどね。はい、いやそんなありがたすぎるよね。いやいや、それだったらもっと高いの選んでおきようかな。やめるよ。よくないですけど、いただいたということ、とんでもない、でもいい生態ですので、はい、お見せしていいですか。お願いします。ででーん、はい、こちら出ました、マレーキャンサー。マレーキャンサー、サソリです。サソリでございます。おい、あ、かっこいい。へ、過去にもね、チャグロサソリ、うん、チャグとかね、飼ってましたけど、そうですね、あれのアダルトサイズぐらいじゃないですか。そうですね、今これまだ全然ヤングです。でかくなるのこれ、はい、マレーシアのこのチャグロサソリは、はあ、ほんと一回りぐらい大きくなるんで、でかいけどね。そうそうそう、お先がちょっと明るいじゃないですか。これがまだ幼体の証拠なんですよね。あ、黒くなるんや。はい、これがやがて大きくなると。はあ、かっけえな。そうなんですよ、この赤い状態もかっこいいけどね。うん、いいんですけどね、うん、この中じゃちょっと狭いので、これからちゃんとした環境の方にお引っ越しさせたいと思います。はい、使う容器こちら。はい、爬虫類とかで使われてるプラスチックの入れ物。ちゃんとした名称ないの。名前はあるはず。名前はあるけど分かんなかった。いや本当は分かんないけど、うん、二重人格やから。いやいや、そう、二重人格って、ゆかさんです。はい、ヤシガラ、ヤシガラマットが入っている、こちらはパワフルで、名前の由来は東京キャンティー。そうすけ分からんて。いや、それいいよ、そのおい、おい訳分からんて。ここ好きな人多いらしい。あ、いるんや。ブロック状のヤシガラなんで、はい、これを砕いていくと。え、これでも水つけて。そうですね。どれぐらい、10分20分とかですかね、ぐらいでいい感じで崩れる。はい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 、はい、でもどう、あ、そうかそうか、二重に積み重ねてたから、二段目の方がね、吸ってないよ、ありえないぐらい。家庭はうわってことは、また待たないといけない。待たなあかん。最悪や、うん、時間がどんどんと無駄になっていく。俺じゃなきゃ終わってた。俺のパワーがこれほど強すぎなきゃ終わってた。フルバージョン久しぶりに見たわ。これマジでね、ほんと200円で3ブロックあって、だいぶおすすめです。よく使ってんもんな。うん、まあ、安いからっていう意味もあるけどね。ああ、
でもなんか結構虫の専門店の人とかに、はい、床材何使ってますかって聞いたら、うん、みんな100均のだったりとか、なんか業者用のでっかいやつだったりとか、そこのコストを割かし浮かせて、生態とかね、他の部分にかけてるわけってことね、うん、意外とそこが何でもいけるのはいいよね。いいね。土食って大きくなるわけじゃないからね。そういうことだね。そうそう、水をこうやって絞って入れる、はいはい、言うてね、湿度が必要といえどあんまりにもびちゃびちゃすぎるよね。やっぱ嫌、自分だったら嫌だからね。うん、やっぱ基本は自分だったらどう思うかを考えて、そう、されて嫌なことはしない。そうなんだ。炊きすぎた米みたいな感じでね、真っ黒な。なんかでもさ、柔らかすぎる方がマシじゃない？俺硬いのあかんねん。ちょっと柔らかすぎたっていうのと、うわちょっと硬すぎたわ、俺硬すぎた方がテンション下がる。それいいって別にそんな米とか炊かへんでしょ。いやいや、炊く炊く炊く。全然その昆虫ハウス時代は炊いてなかったな。俺が多めに炊いたやつ食べてたのかな。うん、勝手にやろ。勝手に食べ、あれは二重人格や。いや、これでごまかしてる。リキアのせいや。あいつ名前あったか。三重人格や、じゃあ。会話できへんか。会話できへん、無理やった。俺も諦めて、それで。米食われるもん。あいつ出てきたらもう、何もできへんもん。はい、こちらですね。はい、で、これで床材の方は OK です。続いて、水場でございます。はい、水場。はい。まあね、サソリはお水飲むんでね、はい、過去のねテラリウムとかで使った水場をそのままね設置してここに入れていくと、はいはい、乾燥が好きな砂漠にいるタイプのサソリと、はい、湿潤系のねこういう湿った土が好きなのがいるんですけど、ええ、黒いサソリは割かし全部こっちですね。こっちの湿潤系、はい、湿潤系。そして、ね、はい、ここでもう一つ入れるものが、はい、これもいただきものです。いただきました。オリジナルシェルター。オリジナルシェルター、はい、サソリがたくさん飼われてる視聴者様が、はい、ぜひ橋本さんこれ使ってほしいって言われまして、はい、何かというと、まあ、シェルターとしてね中に入れるけど、これ上よね。はい、これウェットシェルターって言って保湿用のシェルターとしてよく使われてるんですよ。は、爬虫類とかでちょっと水入れとくんやもん、ね、そうです。でもそれの欠点って、うん、めちゃくちゃでかい、はい、場所取る、ええ、でこういう容器に入らないとかあるんですけど、ええ、これだったら虫用のサイズで合わせてるんで、はいはい、コンパクトでも素晴らしいってのと、はい、こうちょっと開けてね、はい、サソリの観察もできちゃう。あ、なるほど、上から覗くこともできる。そう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 、そういう楽しみもあるんですね、はい、ぜひサソリ飼うときにこれ使ってくださいって言われてのね、このマレーキャンサーをいただいたんで、はいはい、もうこのタイミングだぞということで、すごい、いただき物かけるいただき物でね、はい、やっていくのが八丸です。まあでもマレーキャンサー大きいからね、ちょっと、そうね、ちょっと下掘らへんと。そうですね、こうやってねちょっと穴、はい、掘って、はい、空間作った後にこれを置く感じで、これで中は結構ね見た目以上に広々と、うん、そうですね、してると。実際大きなチャグロサソリで使ってて、うん、大丈夫だったって言ってたので、であれぐらいならまだ大丈夫、ね、まだいけると思いますよ、はい、シェルターも水場も入れて、はい、このケージでねこんだけまだ空間あるのはかなりいい。確かにね、はい。さあ、でここにお水をね、こうすることで湿度を保てると。そうね、湿度も確保しつつ、実際水場2つあるようなもんだからね、うん、これで完成です。いいね、コンパクトかつ、まあ、機能性もしっかりしていると、はい、いい感じで。ここに入っていくのが、はい、この巨大チャグロサソリマレーキャンサー、はい、入れていきましょう、はい、これ移動させるときはね、はい、ハサミじゃなくこの尻尾を持つ感じ。へえ、それがいいや。おお、すごいすごいすごい。で、まあ、毒性もそんな強くないんでね。へえ、あ、そうなんや、うん、見た目はすごい。わあ、なすすべねえ、うん、お、いいね、いいですね。あ、かっこいい。でかいな、ほんまに大きいわ。シェルターに入るかどうかはね分からないけど、うん、てか、まあ、このシェルターがあれば水場自体もいらないのかもしれないね、もしかしたら。ああ、なるほどね、上で飲んじゃう可能性もあるもんね。探索してますね、うん、いや、無理やり強引に。絶対そこちゃうやん。チャグロサソリだとね、こう毒針あるけど、うん、ほぼ毒針使わないのもいいんですよね。自分にそういう毒が多分あるの分かってないんじゃないか。基本ハサミでしか攻撃しないから、ほんまちょっと使うぐらいもんな。うん、あ、でもこれで見つけんじゃないかな。あ、入ってくれるかな。入ってくれたらでかいね。いいね、すごい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 、ちゃんと使ってくれてますね。これでこっち側、安心安全、安全な場所なんてこの世界にはないんだよ。怖い、めっちゃ怖い。今の
人格関係なく俺お前か怖いお前怖あとはこの蓋をして完成ですかね、はい、完成ですね、いいですね、素晴らしい。マジで久しぶりにこの大きなサソリ買ったんでね、はいはい、これがマレーキャンサーしかも初めてなんですよ。ああね、チャグロサソリとかね、はい、はいたけども、なんか前マレーキャンサー買いましたって言った時あったんですけど、はい、結局その時はベトナムやつだったんで、なるほど、ちゃんとしたやつがね、本当どれだけでかくなるか確かに楽しみですね。そうですね、はい、という感じで、いやこのねケージとかサソリくださった方ありがとうございました。ありがとうございます。この動画よかったと思う方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。